っからや。わかった。でも犯人は、推理が正しければ犯人はオーナー田村誠みどり瑞穂堀口妙子大久保。多分私の予想は田村さん合ってるんかな。だってあと死んでるし、ここの二人は多分ないと思うね。パパ殺すことはないと思うねんな。ねえ、なんで堀口さん？堀口さんって言う点も確かにあんねんけど、一番初めはさ、瑞穂さんやと思って、まあ、死体も上がってないし、まあ、首しか見えてなかったしと思ってんけど、まあ、若干消去法よね。これはちょっと申し訳ないなと思ってんけど、あとは、ありえそうなのは、なんていうの？まあ、さっきの話の、後の後半の後の話でやった、なんていうの？呪いみたいな。そう、あれに仕立て上げたいんやったら、なんか信じ込んでそうなこの人よね。仕立てでっち上げたいみたいな。なのでやってみよう。ふにゃふにゃふにゃ。やっとわかりましたよ、田村さん、犯人はあなただ。聞こえないふりしても無駄ですよ田村さん。初めからあなたが一番怪しかったんだ。まあ確かにそれは思ってた。さあ観念してもらいましょうか。うわあ。なんだ？その後みんなで暴れる田村を取り押さえた。そのうち警備員が密室に気づいて警察を呼んでくれた。俺たちは警察にいろいろと聞かれ田村を逮捕されたが、田村は入院したよ。何しろあれじゃ、まあそのうちゆっくり事情を聞いてやるさ。しかし田村の回復の見込みはなく、結局何も分からずこの事件は迷宮入りとなった。あれ？違うのか？あれ？私違ってるん？そうそう、関連少年、うん、それから動機についてたけど、この量的な殺害方法を見ると犯人はただの残酷な人間が、あるいは普段自分の感情を表に出さない人なんじゃないかな。なん？あ、やっぱそこからになるの。そっか。初めにオーナーの首を見たのはあの箱の上。その後入り口の近くで体が発見される。なあ、ここで体は発見されて、オーナーは頭と体はだってこれで確認済みやろ。次に妙子さん、体だけが先に見つかって、あとまた箱の上から首があったと。
で、大久保さんやろ。大久保さんは体だけ。で、みずほさんやったっけ。みずほさんは頭だけやねんな。だからみずほさんかなって思ってんけど、みずほさんではないね。4人分の死体が上がってしまってんな、ここでな。みずほさんはここでアウトやねん。で、てことは、オーナーの付き人のさっきの人かなと思ったんやけど、それも違うんやろ？ど、みずほさんの体とかもそう見てない。それに消えたという断頭台、落ち着いて考えてみる必要性があるな。それともう一度ホラー回数を調べてみる。同じ方法で発売したのであろう。なぜだろう。大久保さんは特別？特別？ひょっとして犯人は大久保さんに特別の思いが。そうか、犯人は大久保さんのことを。それじゃあもしかして犯人は自殺をするつもりなんじゃ。まず急がないと。犯人が隠れているのは首の箱があったあたりどこかに違いない、はあ、私の推理が間違ってんのか。あ、そういうことか。たえこさんやったらみずほさんに衣装を着せることができるから、そう、オーナーは無理、体格的に絶対無理で、田村はあかんやろ。ま、大久保さんは未だにちょっとよう分かってないけど、たえこさんじゃないかな。これで違ったら私はもう寝る今日はもう寝る。これでよし、おっちゃんの声は59番。あれそこそこ違うあれやもんな。カチ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 、あーあー、わかりましたよ。この事件の謎も犯人もね、犯人はあなただ、たえこさん。出てきた出てきた出てきた、たえこさん出てきたゾワッとした今。生きていたのか。そんなこの人がパパを。つまりこういうことだったんですよ。オーナーが私たちの前から姿を消して、首だけの姿で現れた時ですが、その後体だけ外に放り出して呪いの演出をした。この時首はつながっていたんですよ。停電になったのはそのことを悟られないようにするためです。妙子さんの体だけが見つかり、その後3つの首を発見した時ですが、この時は犯人は自分の容疑を外すため殺されたように見せかけたんです。あの時見た体は妙子さんではなくみずほさんだったんです。なあ、私もそこに行き着くまでさ結構時間かかった大久保さんの死体のことですが、なぜか首がなかった。私はこのことから犯行の動機が見えてきたんです。つまり犯人はこの連続殺人を呪いのように見せ、自分と似た体型のみずほさんを身代わりにして、はじめにオーナーの死体を隠すために使った箱を
今度は自分が死んだふりをするためトリックに使った。その動機はもういいわよ、メーターってさん。あのオーナーはね、彼を私から引き離そうとしたのよ。どういうこと？強引にお見合いを進めたりして。それからみずほちゃん、彼女はいい子だったけど、私の前で彼の悪口ばかり言うんですもの。変よね、こんな理由で人を殺すなんて。それでもこれ、それもこれもみんな彼が悪いのよ。私がこんなに彼を愛しているのに、ちっとも振り向いてくれないんですもの。でもこれでやっと一緒になれるのよ。いけない、彼女は死ぬつもりだ。やめろ。どうして、どうして邪魔をするの。大子さん、よく聞いてください。大久保さんがあなたを嫌っていたなんてことはなかったんです。嘘。本当です。大久保さんはあなたの首を見たとき、妙子の敵を撃つ、そう言ったんです。大久保さんもあなたと同じ思いでいたんですよ。そんなことって、私したら彼を。終わったぞ。ミニゲーム全然終わってないけど、終わったぞ。ウェルカム。懐かしいメロディー。怖い怖い、このカット怖い怖い。ああ。今回でもサクッと終わったな。やべえ、クリアタイム5分52秒。パスワードは、パスワード出てきた。何のパスワードやろ。パスワード3番目、 HJA1。 あいあい、お猿さんだよと。探偵ランク C、 小五郎。マジで。マジで。いろんな人が間違って捕まってしまった。そんなこと言うのやめて。マジで C で小五郎なん。 A で多分コナン君か新一とかのレベルなんやろうけど、じゃあ B は誰。逆に聞きたい、 B は誰ですか。おっちゃんと俺の元にいつの招待状が来た。新しくオープンする話題の遊園地、そこが、あそこのオーナーからだ。あなたたちの活躍はいつも新聞やテレビで見ています。つきましてはぜひあなた方の招待したいのです。皆様でどうぞいらしてください。お待ちしています。あ、そういえばこれでカットできるじゃん。よし、これでこうしたら多分ここはコースター乗り場です。ジェットコースター殺人事件。ここはうちの目玉でしてね、闇の中をひねりながらすごい速さで走るんですよ。はい、ってことでね、ジェットコースター殺人事件があるということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。